人目は日本大学自動車部の丸島さんです。よろしくお願いします。お願いします。丸島さん、ね、日本大学の副キャプテンですよね。紹介してください。愛車を DC2-96 スペックになっています。渋い車に乗ってますね。いや、すごいですね。これいつ頃買ったの？昨年の9月に先輩から譲っていただいて。そうなんですか。じゃあ先輩も乗っていて、はい、でこの車乗りたいとお願いしたんですか？はい。いくらで買ったんですか？25万で乗りました。安くない？ねえ、今とんでもなく高い。そうですよね、はい、それ25万でいい先輩だね、はい、いや、それね、うん、まともな先輩。そうだよね、うん、普通はボロ儲けする先輩が多い。そう、ね、いい先輩に出会えたね。だってこれ、うん、普通どれぐらいで買えるんですか今？これ今250とか300。あ、そう。それを25万で、はい、まあでもね、まあ、今度ほら売るときに、後輩に売るときやっぱりね、値段上がったってボロ儲けね、300万で売るんでしょ？25万で。あ、そうですか、はい、ちょっとポイント教えてください。はい、これカーボン？いや、これシールです。あ、シール、はい、まあ、学生はほらお金がないから。25万ですからね、これシール。いや、バカにしないでよ学生はお金ないの。そうです。でもね、2位ですから。はい、うん、あ、ずいぶんこれあれですね、来てますね。来てますね。ほらほら、エアコンがついてなくて。エアコンない、はい、走り屋だねあのね、はい、走り屋ってエアコン外すの、うん、あ、そうですか。なんでっていうと、うん、パワーが取られちゃうから、エアコンに。でも暑いよ夏。そうですね。いや、それは窓を開けて、うちは。あ、そう。走り屋ってのはそういうもん。俺はつけたけど。あ、本当ですか。そうですよね。俺は86につけたこれなんで後ろ書いたんですか、これ。あ、これ、これはスーパーオーリンズ。はい、何これ、スーパーオーリンズ。前オーナー、うん、2代前のオーナーの方が、うん、オーリンズを入れてジムカーナをしてらっしゃって、うん、その残りで。今もじゃあオーリンズが入ってんの？いや、今はちょっと売っていただくときにビルシュタインに変えてしまったので。ビルシュタインのが高いじゃん。そうですね、でも車高が調整できない。あー、そっか、車高調整したいからビルシュタインにしたんだ、はい、いや、車高調整ができないものが入っていて。はい、それまでがオーリンズは。あ、オーリンズはできたんですけど、うん、その売られるときに、うん、オーリンズはちょっと別に売られて、うん、こちらにビルシュタインが入れられてしまって。オーリンズは別に売られちゃったんだ、はい、高いもん。あ、なるほど、ね、足回りだけ売ったらこの車より高いかも。あ、そう。これ買って、はい、例えば家族の方とかね、なんか言ってました？あ、エアコンついてない車は車じゃないって言われちゃって出身どこなの？品川です。あ、品川、はい、それはそうだ東京の人だったね、はい、でも家に置いてんの？あ、そうです。あ、で東京だから家から実家から通ってんの？あ、はい。あ、そうかそうか、うん、これおかしい、パイロン職人ね、うん、いいですねこれ職人が違うもん。だって、あ、本当字が違うんだよね。触る人ですよパイロンに触る人、ね、面白いね面白い。パイロンに当たっちゃいけないんだもんね。そうそうそう、パイロンに当たると、はい、あのプラス何秒って取られちゃう。だから助手席は快適なノーマルシート。はい、どうですか？いや、もうノーマルシートは快適ですよ。これそう、普通ですもんね。そうそうそう、だから運転席だけフル化け、うんうん、こういうのってリッターどれぐらい走るんですか？平均10ですね。あ、平均10、はい、踏むんだね。はい、そうですね。あの、なんかスピード違反で捕まったことは？これさ、ボーイフレンドに乗せたことある？いや、ないです。ない、はい、こういうの彼女が乗ってきたらどう思うんだろうね。かっこいいじゃん。かっこいいと思うよね。いや、めっちゃかっこいいでしょ、ね、インテアール乗ってるんだみたいな。ねえ、ねえ、ねえ、ね、タイプ R で、このホールド常に、あ、タイヤは常に乗っけてるんですか、ここに？あ、ちょっと下ろす場所がなくて。ないよね、これね。品川ね、ないよね、はい、品川ないよねってバカにしてないね。いやいや、だってこれ普通の家ないよね。普通の家、ね、ないよ、ねえ。これ、あの、将来ね、どういうところに就職したいんですか？自動車会社の開発系に就職したくて。ああ、そうか。じゃあ自分がテスト開発ってことは、テストするってこと？エンジニア。あ、エンジニアですね。じゃあ、エンジニアの方もやるんだ、はい、日大の何学部なの？理工学部です。あ、頭いい。頭いいんだ。頭いい。理工学部なんだ、はい、じゃあ後輩でしょ。そうです ね、はい。あ、そう、はい、それでどういうふうなものを開発したいんですか？
だって今後はさ、うん、電気自動車になっていくじゃない、はい、ね、2035年から世界中の自動車メーカーが電気自動車に移行していくでしょ、うん、なんかその電気自動車にもちょっと興味はあるんですけど、うんうん、その私が一番作りたいのは、うん、シートポジションが合わない女性向けの車が作りたくて、速、ね、いとかじゃなくてね、はい、うん、大事だよね、うん、確かにね、それこそなんか、ね、女の子はね体型とかね、いろいろあるしね、シートレールがさちょっと足りないとかさ、シートバッグがやっぱこうもうちょっと立ってくれとかさあるじゃない、そうそう、さハンドルが遠くて、うん、それはあれですか、普段自分が乗ってても感じるんですか、不満を。そうですね、シートを前にしないとペダルが届かなくて、うん、でもそうするとハンドルがすごい近くなってしまったり、うんうん、あとはまあそうです、どうすればいいの、それそれはどうすればいいの、ステアリングにスペンサーかませて伸ばすの、うん、そうだね、でシートレールをちょっとこう前に出るように改造するの、うん、そういうこと、はい、うん、三菱電機とか、うん、ね、あとあれですよね、もう本当に安全とかそっち側がなんか第一になってくるからね、うん、安心とかさ、あと楽とかね、うんうん、まあそれが面白いですよね、はい、じゃあ前の方来てください、はい、まあだから今の時代でしかこういうガソリンエンジンっていうのは乗れないですからね、そうですね、うん、これからも作っていかないんだもん、エンジンはノーマル、はい、うん、まあでも、ね、いいですね、25万でね、ね、うん、いい人生だよ、まあ、でも自分で壊すわけにいかないからね、うん、またこれね、後輩にね、はい、どうもね、ありがとうございました、丸島さん、車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています、チャンネル登録お願いします。